あれは私が東京に引っ越してきた時のことです。お金がなかった私はひどくすさんだ共同アパートを選びました。こんにちは。今度引っ越してきました上原茜と言います。そこにはその女性の姿はなく、なぜか私の入居するはずの部屋の扉が開いているのでした。その後、私は部屋を解約しました。大家を問いただすと、以前その部屋に住んでいた女性が謎の自殺をしていたのです。